トップハットは1935年のアメリカ合衆国のミュージカル映画フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースによる共演第4作である各曲をアービング・バーリンが担当 RKO スタジオ制作2011年にイギリスにて舞台化されたコンチネンタルイラやア・スター・ロジャース映画でおなじみのすれ違いラブコメディ公演のためにロンドンを訪れた ブロードウェイダンサーのジェリーが同じホテルに滞在するモデルのデールに一目惚れ。一時は心を通じ合わせる二人だが、ジェリーのことを友人の夫だと勘違いしたデールはベニスへ逃れ、当てつけにデザイナーのアルベルトと結婚してしまう。慌てて後を追ったジェリーはなんとかデールの勘違いを解き、アルベルトとの結婚も、死式の牧師が偽物であるために不成立となり、 ハッピーエンドとなる。吹き替え放映、日本テレビ、新春映画劇場三本立てより、コンチネンタルの大成功によって、マネーメイキングスターとなったステアとロジャースのコンビの第四作として、スタジオは、同作の路線を踏襲した作品を企画した。制作のパンドロ・エス・バーマンは、本作の目玉として、アービング・バーリンに歌曲を依頼し、監督のマーク・サンドリッチ、 共演のエドワード・エバレット・ホートン、エリック・ローズ、エリック・ブロアなど、コンチネンタルのスタッフとキャストを再結集した。先行して出来上がった、バーリンの歌にそうように脚本が執筆されたが、共演者を、コンチネンタルと同じような役で起用し、ストーリーよりもミュージカルシークエンスを重視した内容は、ほとんど、コンチネンタルの焼き直しに過ぎず、目を通したアステアはバーマンに、長文の手紙を送って、 書き直しを依頼した。バーマンは、脚本の訂正を確約したが、それでもラオストーリーは、コンチネンタルの影響を脱することができなかった。バーリンは、トップハットのために、ノーストリングス、イズントディス、エーラブリーで、トップハット、ホワイトタイアンドテールズ、チークツーチークを作曲。後にスタンダードナンバーとなった作品が多く、含まれていた。さらにスタジオ側の要求で、 プロダクションナンバーにふさわしい明るい曲としてザ・ピッコリーノを提供。バーリン自身はこの曲の出来に必ずしも満足せず、アステアも気に入らなかったため、当初の予定とは異なり、ロジャースが歌ったが、公開後は高い人気を集めた。ダンスのために5週間のリハーサルを要求したアステアは、ハーミズ・パンと共に5曲のダンスに振り付けを行い、撮影では、 いつも通り完璧な演技を披露した。本作では、驚異的なタップダンスによって組み立てられた、ノーストリングス、1930年のミュージカル、スマイルズでアステアが踊った、セイヤングマン・オブ・マンハッタンからヒントを得た、トップハット、ホワイト・タイアンドテールズの2曲で、アステアがソロを務め、イズンとディス、エーラブリー・デー、ほ寄せてが、ジンジャーとのペアダンスであった。 なお、ウディアレン監督、カイロの紫のバラのラストシーンには、法寄せ手のシークエンスが用いられ、本作へのオマージュとされている。法寄せ手のための衣装として、スタジオは1500ドル分のオーストリッチの羽を、あしらったドレスをロジャースに用意するが、衣装リハーサルに入ると、ドレスの羽が大量に抜け落ち、舞台上は、ヨ用テが鶏を襲ったような、吹雪となり、 目や鼻に入った羽のためにアステアは、くしゃみが止まらなくなった。衣装係は羽をすべてドレスに縫い付けると確約し、翌日再度リハーサルが行われるが、依然として、羽は抜け続け、怒ったアステアがロジャースとその母親に当たり散らし、その日の撮影は中止となった。最終的に抜け落ちる羽がなくなるまでテイクが重ねられ、公開文の映像が撮影された。後にアステアとハミーズパンは、 テザーという、法寄せての替え歌を作り、ロジャースに捧げてからかった。公開後は、アステア・ロジャースの共演作中最高の評価を得、工業的にも大成功を博した。工業収入は300万ドルを超え、第8回アカデミー賞では、作品、美術、振付、主題歌の4部門にノミネートされた。1990年、トップハットは文化的。 歴史的及び神秘的に見て重要な映画であるとしてアメリカ国立フィルム登録簿に登録された。2006年、この映画はアメリカンフィルムインスティチュートのミュージカル映画ベストの第15位にランクインした。同映画の舞台化作品が2011年にイギリス国内ツアーで初演。その後2012年5月よりウエストエンドでも上演された。 同年のローレンス・オリビエ賞で7部門にノミネートされ、新作ミュージカル賞、振付賞、衣装デザイン賞の3部門にて同賞を受賞している。音楽はアービング・バーリンが担当。映画版に用いられた楽曲に加えて、バーリンが生前に手掛けた1200曲以上のヒット曲から十数曲を厳選して用いている。日本では2015年9月から10月にかけて、東京、 東急シアターオーブと大阪、梅田芸術劇場にて初来日公演が行われた。日本版としては、2015年3月から4月にかけて宝塚歌劇団中組公演として、梅田芸術劇場メインホールと赤坂アクトシアターで初上演。脚本、演出は、斉藤義政。主演は浅香学が務め、浅香の中組、トップスターお披露目公演となる。また、 2018年11月から12月にかけて、東京、東急シアターオーブと大阪、梅田芸術劇場にて上演。英国版オリジナルスタッフとなっており、演出、脚色はマシュー・ホワイト。主演は V6 の坂本正幸。ヒロイン役の田部美香子は、本作がミュージカル本格初挑戦となる。ありがとうございます。